サッカー選手でクリスチアーノ・ロナウド選手というですね、もう世界最高の選手がいるわけですよね。もう世界最高のサッカー選手どころか、アスリート界、もう世界のアスリート界の中でももう CM 料とか入れるともう世界一稼いでるというですね、本当に凄まじい選手なわけですよね。若干ピークは過ぎたと言われることもあるわけですけど、そのクリスチアーノ・ロナウド選手はやっぱりもうこの10年間ずっとね、有名なアルゼンチンのメッシという選手ともう並び称される本当にスーパーアスリートですよね。もうちょっと私たちとはなんか別の星に住んでるかのような、もうとてつもない能力を持った選手なわけですけど、そんな選手がですね、やっぱりもうサッカー界の、いわゆる年間 MVP のバロンドールというね、そういう賞とかもこう何回も取ってるわけですけど、まあ、とにかくドリブルからパスからもう全てが秀逸。そして誰もが決めてくれと思う時に必ず結果を出す。相手チームも当然ロナウド選手をこうマークするわけなんですけど、それでもそのマークを振り切って必ずここで決めてほしいという時にワールドカップだろうが何だろうが結果を出してしまうと、まあ、そんなすごい選手なわけですよね。でそんなロナウド選手がインタビューを受けてたわけですよね。またこう年間最優秀選手に選ばれた時にね、クリスチアーノ・ロナウド選手と、あなたが選手として一番優れてる能力、自分で一番ね、この能力だけはやっぱり本当に突出してるんだろうなと思う能力ってどれだと思いますってインタビューされたら、クリスチアーノ・ロナウドは即答で答えたんです。自分を信じる力だ。僕ね、ちょっともうその答えを聞いた時にちょっとしびれてしまってそういうことなのかと。パスがうまいとかシュートがうまいとか、ね、ゲームの試合をコントロールする力に長けてるとか、そういうことではなく、僕が誰よりも、世界のサッカー選手の誰よりも僕が一番優れてるのは自分を信じる力なんだと言ったわけですよね。そう、実は、クリスチアーノ・ロナウド選手はあんなにこうもともとすごい選手だったわけじゃないらしくてね。もともと本当にこう線の細い、そしてもう肝心な時に結果を出さない選手として若い頃は有名だったそうなんですね。ちょっと背が高くてドリブルが少しうまい程度の、まあ言ってしまえば吐いて透ける、ね、才能があるんだがないんだが、まあないことはないから一応プロ契約してやろうぐらいの選手だったんです。であいつは肝心な時に本当に結果を出さないとか、もうメンタルが弱すぎるとか。全然知らなかったんですけど、若い時はそんな時代もあったそうなんですね。うん、でも彼は、自分の能力をもちろん磨くとともに自分を信じる力を手放さずに、むしろ自分を信じる力をどんどん強化することによって今の才能と能力と、要は地位と名誉を手に入れたと、ね、大成功を手に入れたんだと、それを聞いた時に、あ、これはやっぱりね、本当に人生誰もが一緒なんじゃないかと。自分を信じる力をやっぱ強めれば強めるほど人生ってやっぱり豊かになっていくんだろうと思ったんですね。昨日も私は東京で丸一日の講演会だったんですけど、で私の講演会ってこうちょいちょい、Q&A を入れるわけですね。質疑応答、何かありますかっていうと、そこで多く出てくる質問で、昨日もその質問が出たんですけども、ヒロさん、私本当に自分に自信がないんですと。ね、あんなとこもダメ、こんなとこもダメで、すごくこうせっかく自分で決めたこともすぐやらなくなって手放してしまうと、でまたそんな自分がこう許せなくなったり、全然ね、自分を信じるなんていう感覚がよくわからない、自分を好きになるっていう感覚が全然わかんないんですと。うん、どうしたらいいですかねみたいな、そんなご質問をいただきまして、なるほどって。じゃあ会場にね、100人ぐらいいたんですけど、聞いてみたんですよ。ちょっとこの中で自分は好きな人って言ったら、まあそれなりに例えば50人ぐらい手上がるわけですね。なるほどなるほど。まあ自分嫌いじゃないけどツッコミどころもいっぱいあるし、好きかって言われるとちょっと微妙だなって思う人どんぐらいいますかって言ったら、やっぱ50人ぐらい手上がるわけですよ。なるほどなんつって。で一番前に座ってたなんかね、明るそうなエネルギッシュなおじさまがいらっしゃったんで、おじさん今あれですよね、自分好きな方に手を挙げてましたね。はいと言って、自分のことお好きですか。はいとこう言うわけですよ。なるほど。でそのお隣にいらっしゃったどうやらこのおじさんのお友達であろうね、その女性の方が、ね、この女性の方はこう自分に自信がない、自分のことなんか好きじゃないっていう方に手を挙げてらっしゃった。でこちらの女性の方は好きじゃないとおっしゃってましたけど、自分のこと好きじゃないんですかねって言ったら「はいそうなんです」って「そうですか」ってでこっちのおじさんは、自分が結構いい人だと思ってるわけですかって、はい、こっちのねおばちゃんに聞いたら自分は別にいい人だとは思わない、はい、そうで全員に言ったんです、このお二人はですね大きな勘違いをしてらっしゃいますね、うん、このおじさんちょっと明るそうな面白そうな人だったんで、こちらのおじさんはですねなんと自分のことが好きとか自分はいい人だとか言ってる勘違い野郎なんです。もうみんなわーって大笑って、もうおじさん手振ってこんなんですこちらのおばちゃんはもうこんなに優しそうな、もう見るからに誠実そうな温かそうな方なのに自分のことをね好きじゃないとか言っちゃってる勘違い女性なんですと。またそこでこう笑いが起こってみたいな、もうてへーみたいになってね。そう、要はねどっちも勘違いなんですね。要はどっちも思い込みなわけですよ。自分のことを好きだっていうのも勘違いで思い込み、自分のことを嫌いだって思うのも結局勘違いで思い込み、ところがプラスの勘違いをするかマイナスの勘違いをするかによって人生って全く違うものになってしまうわけですね。うん、例えばですよ、皆さんがこうもうアインシュタインとかレオナルド・ダ・ヴィンチもびっくりなぐらいの超絶な脳みそを持ってたとしましょうよ。ものすごい脳みそをもう能力を持ってたとしても、皆さんがですねご自身が「俺なんか全然あかんわ」と「もう絶対世の中の俺なんか役に立てないし世の中に出たって迷惑かけるだけだからもうほんとやめて、もうほんとあかんから俺なんて」って言ってるとどうなるかっていうと、引きこもりになっちゃったりとか要はニートになっちゃうかもしれないし、せっかくそんなに素晴らしい能力を持ってるのに活かせないまま人生が終わるかもしれないですよね。ところが別に能力もそこそこ見た目もそこそこ、むしろねもうなんか人並み以下ぐらいの感じであったとしても、俺って結構なんかイケてんじゃないかなとか、俺って結構人の役に立てる人間な気がするとか、俺ってなんかよくわかんないけどなんか人の役に立ちたいんだとか言ってやってると、そういう人生になるんですよ。結局能力ってあるからやるんじゃなくて、やるからモテるんですよね。やるからだんだん高められていくんですよね。皆さんここ結構勘違いされるんですけど、自分にはこの能力とこの能力がないから全然そんなことできないんですよ、夢なんか叶えられないし人の役なんか立てないんですっていう人がいっぱいいるんですけど、逆なんですよね。自分の能力なんか一切関係なしに、でもなんか人の役に立ちたいなとかこういうことやってみたいなってなんとか一歩一歩踏み出していく人が結局そういう能力を身につけていくんですよね。私なんか本当にそうなんですよ。もともと全然そんな喋るのが嫌いじゃなかったし、人前で喋るの別に好きな方でしたけど、じゃあ技術があったかって言ったらそんな年間300本もねその人様に聞かせれるようなレベルじゃなかったわけですよね、全く。でも自分の中できっと自分のメッセージは誰かの心に火をつけられるのではないかという勘違いが、プラスの勘違いを起こって一生懸命やってるうちに少しずつそれは技術も上がっていったでしょうし、ちょっとずつこう人の心になんかこう火を灯せるようなそんなアプローチとかも覚えていった感じですよね。そうだからプラスの勘違いって本当に大いに大歓迎で、結局その自分の今の実力関係なしにでもやってみようってやることによって能力が上がるわけだけど、このやってみようの一歩を踏み出せるかどうかって結局プラスの勘違いを持ってるかどうか、自分を好きかどうか、自分を信じられるかどうかにかかってるわけですよね。そしてやればやるほどどんどん能力まで高まっていって、能力が高まった結果人からも信頼され、そして人との出会いがどんどん生まれて、それこそ優れた方からね見つけてもらって、おい一緒に仕事しようぜ、ビジネスしようぜ、もっともっとたくさんの人を救おうよってなっていくかもしれないですよね。そうだから一番手前にあるのはやっぱり自分を好きになれるかどうか、自分を信じられるかどうか。ね、本当に自分を好きになるっていうのはいわゆるナルシストみたいにね、これは違うかナルシストみたいに「ああ俺って今日もかっこいい」とか、別にそれも別に悪くないんですけど、そういうのとちょっとまた次元が違ってね、本当に、この何十年か一生懸命生きてきた自分のこの人生とか命をちょっとでも愛おしく思えるかどうかね、逃げたこともある、サボったこともある、ごまかしたこともあるかもしれない、うん、なんでね人に流されちゃったこともあるかもしれないけど、なんだかんだ一生懸命生きてきたんだよなって思えたりとか、あるいはお父さんお母さんにもらった命なんだよなって、うん、ね、もちろんいろんなお父さんお母さんがいるんでね、そりゃ愛情を本当に注がれた人もいれば、親からちょっとひどい目にあって、生きてきた人もひょっとしたらいるかもしれないですけど、でも命を本当にくれたってことには変わりはないわけですし、もっと言えばおじいちゃんもおばあちゃんもひいおじいちゃんもひいおばあちゃんもみんなが命をつないでくれて自分の命があるわけですよね。私たちってこうね、おじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんおばあちゃんってこう遡っていくと、たった30代遡るだけで数十億人のご先祖様がいると言われてますよね。でその例えばほんの200年300年あるいは1000年遡ると、例えば日本で言ったら本当に飢餓もあったし、戦があったり飢饉があったりとか、ね、疫病が流行ったりとかして、もう今よりもよっぽど命を明日につなぐことっていうのが難しかった時代であるにもかかわらず、一生懸命生き抜いて我が子の命を守ってくれた名前も知らないご先祖様の存在があって、それがつながってつながって、生きろ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 ってつながってつながってつながって、今の命、自分の命、人生があるわけですから、そんな命を結構大事な命なんだなってね、そのなんかまさに血縁っていう言葉があるように、このねなんか流れてる血っていうのはきっとなんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかご先祖様のこう祈りがこもってるんだと思うし、自分一人の人生じゃないんだなとね、そう思えるかもしれないですよね。だからそんな自分を本当にちょっとこう好きになる許可をするって感じですよね。そう、これができるから好き、これができないから嫌いとかじゃなくて、もうなんかできようができまいが、今日まで一生懸命生きてきたりいろんな人につないでもらって支えてもらって生きてきた自分の命って、やっぱり大事なもんだなんだなと。でそんな自分の命、人生を愛おしく思えると、また一歩踏み出す勇気も出てくるかもしれないですし、そんな風に考えてみたらどうですかねっつってね、そのちょっと自分に自信がないと言ってた、ね、女性の方に言ったら「なるほど」って言って。ちょっとそんな風に考えたことがなかったですと、つい自分にこう矢印が向いてね、こういうとこ足らんし、こういうとこすぐサボるし、私ってダメなやつだなってすぐ思っちゃってたんだけど、そうじゃないんだっていうことをなんかね、急にこう目がキラキラっとして「なんか明日からもちょっと頑張ってみようかなと思いました」なんて言って、そうね、私いつも言うんですよ、自分を好きになる、自分を信じるっていうのは、ね、条件じゃなくて許可なんですと、条件じゃないんだよって。ただの自分の感情でしかない、そうか、好きになってよかったんだっていう許可をするだけで、本当にこう人生って変わっていくんだろうなと本当に思うのでね、ぜひぜひなんかね、もうクリスチアーノ・ロナウド選手が言ってくれたように、自分を信じる力をとことん掘り下げていくと、自分の中のすっごい、もう自分でも気づかなかったような魅力、能力、才能、可能性の扉がバーンと開いてね、なんかすごいとてつもなくみんなに勇気を与えれるような存在だったり、みんなに役に立てたりとか、そういう存在にもなっていけるかもしれないですし、あと私の大好きなんですね、中村天風さんという、もう昭和の大偉人、大哲学者みたいな方がいらっしゃるんですね。もうかの松下幸之助さんとか稲盛和夫さんとか、あるいは東郷平八郎さんとかですね、そういう方たち、あるいは最近でいうと大谷翔平選手とかも中村天風さんの哲学にすごく影響を受けて本をたくさん読んでるなんて話も聞くんですけど、その中村天風さんも本当に同じようなことをおっしゃってる。やっぱりね、今日という日を自分を信じて自分を愛して「よいしゃー!」って言ってなんかこう喜んで楽しんでもう感謝して生きると、あの世でね、ご先祖様が応援してくれるんだと。もうこうパイプがブワーンとつながって、ね、こうご先祖様たちはいつもこう子孫が今日も頑張ってくれるのにいつもこう応援してくれてるわけだけど、今日も喜んでるねってやると、そうか、じゃあこの出会いをやろうとか、よし、こういう応援をしてやろうっていうことをやってくれるんだってことをですね、はっきり語ってるわけですよね。もう僕その考え方が本当に好きで、ね、今日という一日を喜んで生きようじゃないかって言って。で中村天風さんは「小句」といって、いわゆる、プラスの言葉を読み上げるっていうことをね、すごく大事にしてた。現代の西洋から入ってきた考え方でいうと、いわゆるアファメーションってやつですよね。プラスの言葉、私はできる、私は素晴らしい存在だ、今日も最高の一日にしよう、今日も最高の一日になったみたいな、そういうことを、本当にね、もうかれこれ何十年の昔から中村天風さんはこう提唱されてたわけですけれども、ね、まさにそうやって、喜びのなんかこうとか感謝を心の中に巡らせながら、本当に自分を愛して自分を信じて、また素晴らしい一日をスタートしたり、素晴らしい一日を締めくくっていただきたいなと、そんなふうに思います。ぜひとも自分を信じたり自分を好きになったりして、許可をしてみてください。これからも応援してます。いつもありがとうございます。